皆さんこんにちは、ギタリストの西山武史です。今回はですね、ヤングギターさんから両手タッピングについて、ということを解説を依頼されたので、私がですね解説することになりました。実は僕もこの両手タッピングというのはすごい研究した時期があって、で結局まあ結論を言うと最終的にものにはならなかったんですね。っていうか自分の理想像に全然届かなくて、それくらいやっぱり難易度の高い奏法だったなっていうことをまず最初にお断りしておきます。で、両手タッピングっていうと皆さんどういうふうにイメージされますでしょうか。海外だと多分トゥーハンデッドタッピングっていうふうに言われてるんですけども、両手タッピングとライトハンド奏法とエイトフィンガー奏法と何が違うんだろう。これはもうギター雑誌が考えた多分言葉なので、まあそこにあんまりですね深く突っ込まれるといろいろ困ってしまうわけですけれども、僕がそうですね、あの80年代からずっといろんなアーティストを見てきて、あこれはタッピングだ、あこれはいわゆるボスハンデッドどうのこうのとか、そういうふうなものだなっていうのを今日は少しずつ、一緒にですね解説していけたらなと思っております。最後までお楽しみください。まず従来のですね、いわゆるライトハンド奏法と言われるスタイルを築き上げたのはエドワード・バンヘイレンですが、その彼の代表的なワンフレーズをちょっと弾いてみますね。まあちょっと怪しかったんですけどこんな感じですよね。なんで今更そんなのやるのって思われるかもしれませんが、右手の弾くポイントというんですかね、これ皆さんどちらに弾いてますか。上に弾く人もいれば下に弾く人もいるんです。で、僕は昔やっぱりこういうふうに、っていうふうに下に弾いてたんですね。これは一応僕なりに理由があって、トリルっていうテクニックがありますよね。こうやってやる、まあ、いわゆるプリングオフなんですけれども、これ100%下に弾くと思うんですよ。で、右手も同じように第3指目と思ってっていうふうに弾いていたんです。で、ところがですね、その昔鳴茂茂さん、まあ当時80年代すごく影響力のあった、日本ロックギターの重鎮の方なんですけれども、鳴茂さん家にお邪魔した時に僕がこういうふうに弾いたら、君はエディのプレーを見たことがないのかい、エディは上に弾いてるよって、どうして本家本元が上に弾いてるのに君は下に弾くんだって言われて、で僕は今と同じ答えを鳴茂さんにしたんですね。だからトリルの延長だと思って僕は下に弾いてますって言ったら、ただ鳴茂さんは自分なりの哲学を持ってて、でやっぱりロックギターっていうのはまず海外から来たもんだ、で海外から来て上手な人のまず真似をするとこからスタートだっていうことをおっしゃってたんですよ。で確かにそれも一理があって、で僕もその後いろいろ考えたわけなんですね。いろいろ考えた挙句、僕は今じゃあどっちに弾くかっていうと上なんですよ。でなんでかっていうとね、このトリルはね下に弾くでしょ、上に弾いたら多分 3,4 回やったらもう左手がギブアップになっちゃう。で右手も同じ解釈で少し角度をつけてこうやることによって内側にこうやって動きますよね。これをこうにはしないですよね。こういうふうにやったらやっぱりもう数回やっただけでこの辺の筋が突っ張ってきちゃう。でこれは複数指になればなるほど上に弾くべきだなっていうふうに僕は思うんですね。グレッグ・ハウとかリッチ・コッツェンも下に弾いてたような気がするなと思うんですけれども、スイープを交えてねタッピングを使う人は割と下に弾く人が多い。それは何でかというと、こういった時に次のこのアップでいく弦をアップピッキングでいきたいから、これをだから上に弾いちゃうと何だろう、もう一回ここまでアクション持ってきてピッキングしなければならないっていう、そういう不利なとこがあるんで、おそらくそういうスイープを交えてタッピングする人は下に弾いてる人が多いんじゃないかなと僕なりの解釈ですね。でポール・ギルバートは上に弾くんですよね、どっちかっていうと。で彼は器用にこうやってスライドもするから
スライドするときにやっぱりその後こうやって上に弾いた方がなんか音が綺麗に響いてるようなっていう僕の研究結果ですよそれは、そんな感じで。だから僕は何が言いたかったかっていうと、タッピングするときは今は上に弾くようにしております。ライトハンド奏法のその、いわゆるさっきの3連トリル、僕世代はねタッピングって言えないんですよ。ライトハンド奏法って言っちゃうんですけども、その呼び名の方がなんか好きでね。でまあとりあえず今ライトハンド奏法って言っちゃいますが、それをもう少しやっぱり本家本元はいろいろ発展させていったわけなんですね。でその中で僕が結構好きだったのは OU817 だったかな、なんか「Source of Infection」という曲があったんですけれども、まあそれっぽいことをなんかやってみたいなと思って、要はあれマイナーなフレーズだったんですけどね、僕はちょっとメジャーっぽく、それっぽく、なんて言うんだろうな、ふわりだけ利用して、まあ、いわゆる今回ちょっとレクチャー動画っていうことで簡略化したパターンなんですけど、要はあの3コード、今 ADE っていうコードをイメージしながら弾いたんですね。で、本当はこの音を入れて、まあ、こんな感じでやってもいいんですけれども、でこれの何がじゃあ両手タッピングなんだよっていうと、人差し指のこのハンマリング使ってるんですよ。だから意外にあのギタリストって人差し指でハンマリングするっていうのが従来の70年代ロックとかをやってた場合は出てこないんです。ところがやっぱり現代的な音楽になってくると、人差し指でハンマリングを押弦するっていうのがすごく多くなってきて、これは一つのだからトレーニングとしてはまあかっこいいしおすすめかなと思って今回取り上げてみました。それでですね、エイディの後にタッピングで、まあ、革命を起こしたというんですかね、今まであまりなかったスタイルをやったのがやっぱり僕はヌーノだったんじゃないかなと思うんですね。で彼のまあ代表的なフレーズで、あのこういうようなスタイルがあったんですけど、僕もちゃんとコピーしたわけじゃないんで今適当ですよ。で僕流にこれを少しアレンジしたのが、ちょっとエディとヌーノを足して2で割ったみたいな、そういうスタイルなんですが、まあこのこれで一番大事なのはこの C ホームで、このスキップですね、いわゆる C のトライアード、左手はこの辺を網羅して、右手はこっちのこのいわゆる5弦ルートにした C ホームをオクターブ上で想像して、そこの位置をこうやってタッピングしてるだけっていう解釈なんですね。でこれをまあここにナインスの音が入ってますが、こんな感じで、なんでこれがあれなんだよってまたあの自分で突っ込んじゃうんですけど、いいですか、ここの着地した中指、ここで押し弦してるから、だから今回のこの両手タッピングの中に入るだろうということで、これはまあヌーノとエディを足してにわた西山流タッピングなんですけれども、これも一つのタッピングのアイデアです。ここまでで普通のスタンダードなタッピングっていうのは解説できたと思うんですね。で当時ですね、まあちょっと僕的にあのセルフプロモーションで言わせていただきたいんですけれども、ライトハンド奏法が出てきた時に、なんか自分なりにもう少し他にできないだろうかって考えたアイデアがあって、逆手にね、要はこういうスタイルになって何かできないかなと思って考えたアイデアが、まあこうやって、
こういうアイディアだっつって。で、なんとなくこっちが右手がずっとカポになってるんで、カポタスト奏法とかね、なんか言ってる人もいましたけれども、まあ。結構このストレッチがきついのと、トリルを延々ずっとやってるので、左手の持久力の挑戦なんですけども、これ僕がだから、今から40年ぐらい前にずっとやってたテクニックなんですね。で、これが一つ、まあ、逆手という、タイトルで両手タッピングの1個だと僕は思ってるんでご紹介したのと、もう一つね、僕はライブでたまにやってた、まあこういうなんかギターソロのソロコーナーの入り口にはふさわしいような、よくありがちなね、この加工のコード進行にのっとって左手はっていうような、で右手はすごく単純なアイデアなんですけど、一緒にやるとに結構ね簡単なんだけど外しやすい。僕もねこれハウンドドッグというバンドにいた時に武道館のライブでギターソロコーナーの時に最初にこれをやったのに2発目の音を思いっきり外してたりして、結構ねこれ難しいんです。簡単なんですけどね、まあこういうアイデアがあると。はい、とりあえずまあまずタッピングの取っかかりとしてはこの5項目お楽しみいただけたでしょうか。いよいよ今度は右手が複数指になるパターンを考えてみたいと思います。で、右手を複数指使うようになった、もう代表格といえばナイトレンジャーのジェフ・ワトソンさんですね。で、まあ彼がやった某曲でこのっていうフレーズがあって今弾けなかったけど、要はここのストレッチがすごい難しいフレーズ、まあでもこれもですね一応お試しあれということで、ぜひ一回トライしてみてください。で、これが一番難しいのは何かっていうと、こうやっていきますよね。で、最後の小指の位置がね直接確認できないんですよ。この線から、僕の目線から言うと、普通左手がこうやって何フレットを押さえたかっていうのは見えるわけです。ところが、右手の甲がもう完全に指板を覆っちゃってるんで、フレットが見えない。だからもうこれは音だけでね、もう感覚だけでね、勝負しなきゃなんないっていう、結構至難の技なんですけど。っていう感じですかね。で、最後に至ってはこれをこれがまた出づらいんですよね。で、多分これで挫折した80年代のロックギターおじさんたちはいっぱいいると思うんですけれども、これ当時やっぱりスキップっていうアイデアがなかったから、もう本当にまああとそれこそね、ヤングギターは大々的にエイトフィンガー奏法っていう風にね上げてしまったから、もうみんなそれに翻弄されてですね、あれをできなければ今ロック史上の最高テクニックはものにできないんだなと思って、みんなこぞって練習したんですけど、みんな挫折したテクニックなんですよ。スキップっていうアイデアがあったら、例えばこれでまあなんとかこと足りるんですよね。でもなんだろう、ロックギターってやっぱりそのステージング的な見栄えってあるじゃないですか。で、これを今こういう風に弾いたってこの曲がちょっともモチベーションが上がらなくて、やっぱりこういう風に来たってなった時にその登場感ってすごいですよね。だからそこをすごくね意識した奏法なんじゃないかなと思ってて、で、まあなんで今回取り上げたかっていうと、だからでも奏法じゃなくて音だけを考えるんだったらいろんな風に考えられて、これをまあさっきの一番クライマックスのところの音はこういう音なんですけど、これをだからこ
こういうふうにもできるし、もしくはちょっとノイズ乗っちゃいますけどね、まあこういうふうなアイディアもあると。だから一番いろんなふうなパターンが考えられるんで、挫折した方は他のパターンをもう一度お試ししてみてはいかがでしょうかということで、それでですね、昔東宝っていうところからですね、ジェフ・ワトソンさんのその教則ビデオ3本シリーズっていうのが出てたんですよ。これ知ってる方は超マニアックだと思うんですけれども、それを僕も入手してですね、やっぱりエイトフィンガー奏法どうやってやってんだろうっていうのを興味あって見たんです。で懇切丁寧に解説されてるんですね。でじゃあちょっと次はゆっくりやってみるねっていう感じでっていう感じで、あ、弾けなかったもう一回ってこんな感じになってて、わかるだろう、とっても難しいんだよっていうふうになんか解説してたんですよ。で本人もね、結構それをそういうふうに言い切っちゃうんだなっていうところが、とってもなんか親近感持ちましてですね、このネタを知ってる人は超マニアックです。次はですね、それこそエクストリームでキューピーズデッドっていう曲があったと思うんですが、そこを縫うのがですね、速いフレーズでね、なんかこんな感じのラインを弾くんですよ。でどうもなんかそれを本物っぽく弾いても自分自身がちっとも追いついていけなくて、綺麗に弾けてない感じがすごく嫌でですね、でもこれをたまたまライブで遊びでやるっていう企画があって、で僕はじゃあどう弾いたかっていうと、それこそもうこれずっと A の音が鳴ってたんですね。だからこれをうまく利用してこんな感じで、弾いてみたわけですけれども、こう弾いた方が僕はねすごくふわりがはっきりしてるし、一音一音が明確でいいなと思って、意外にでもこの曲演奏した時にこう弾いてる人はやっぱり僕以外見たことがなくてですね、次も同じよね、次も同じ、次、もう一回同じターンがいて、次人差し指とまあ中指をストレッチしてでもいいし、人差し指とこの薬指の組み合わせ、まあ今回はトレーニングなんで人差し指と薬指3種をとりあえず使うっていうイメージで、こんな感じで練習してみてください。スタンリー・ジョーダンというギタリストがいたんですよ。でスタンリー・ジョーダンは80年代のね割と結構早い時期に出て、それこそもう左手でコード右手でメロディーっていう感じでやってたのね。でまあジャンルはジャズにカテゴリーされちゃうんだけど、だからあんまりねそのヤングギター読者にはそんなに馴染みがなかったっていうのかな。それとやっぱり彼の CD を聴くと、別にこれ2本のギターをダビングしてそれでいいじゃんっていうような感じにしか聞こえなかったんですよ。それを一人でやるっていうのはなんかね、こんなこと言ったらとっても失礼なんですけど、きっとこの人はギターを間違えて覚えてきちゃったんだなっていうような、そういう解釈でね、多分僕以外じゃなくて世間で一般の人はみんなそう思ったと思う。だから彼の凄さっていうのは逆にちょっと見ないもの見ないことにしとこうっていう感じになっちゃった。でもやっぱその彼に影響を受けたって言って、ヤングギターでね両手タッピングで解説してたのが確かキコルーレーロ、キコルーレーロはスタンリー・ジョーダンからなんかインスパイアされたっていうようなことを僕は読んだ気がするんですね。まあそれは置いといて、で僕はやっぱりタッピング両手タッピングで一番すごいなと思ったのは、もうグーの音も出なかったのは T.J. ヘルメリッチっていう、たまたま僕はもう25年以上前に、フジテレビのテラウシ・ヘンドリックスという番組があって、でそれで海外 GIT、 まあハリウッドの GIT、 MI ですね、そこに潜入レポートって言えばかっこいいんですけど、侍の格好をしてですね、いわゆる道場破りみたいなそういうコーナーがあったんですよ、テレビ番組で。でそれで行った時に初めて TG を見て、
もうね、正直グーの音も出なかった。もうすごすぎちゃって、一番最初に思ったのが、きっと彼はね、もう右手一本だけで弾けちゃうんだろうな。じゃあ E マイナーのスイープをやってくださいって言っても、なんかね、右手でね、完全にスイープポジションをこうやってっていう風にね、いけちゃってたので、これはまず右手で本当に弾けるように練習しないと彼みたいになれないなと思って、でもそんな LA までプライベートレッスンすぐに行けないんで、自分なりにまず何ができるだろうって言っていろいろ考えたわけです。でそこでまず最初、いわゆるドレミアソラシドっていうやつですね。だから僕もこういうふうにもうね、ひたすら練習したので、たまたまちょうどその頃僕はメイザーハウスっていうところでギターの講師をやってたん でそこにはやっぱり高校卒業してね、ギターをもう一回一から学ぼうっていう生徒さんがいっぱい来るんで、その生徒さんに混じって、じゃあスケール練習やるよって言って、はい、君たちは普通に左手でねって、僕は右手でやるからって言って結構ね、これ本当に人がいる前でね、これを間違えずに弾けるかって言ったら相当結構ハードル高いんですよ。で結構それで僕自身は鍛えられたし、あとは今度こうやってコード弾きながら、間違えちゃったねこういう練習すっごいして、とにかく右手が動かないとダメなんだなっていう、あとはそれにのっとって、それこそ8フィンガーですよね、さっきのナイトレンジャーのフレーズ、これ8フィンガーじゃない、だって1,2,3,4,5,6 で6音しか弾いてないから8じゃないんですよ。で8フィンガーの練習をしようと思って、こういうことももうアホみたいにやったのが、結構ね、これも難しいんです。一本弦上に右手をこうやって乗っけるっていうのはすごく難しくて、多分これをご覧になって、よし俺もやってみようと思ってやった人がまずどういう風な形になるかっていうと、こうなると思います。もう 右肩がこんくらい極端に上がっちゃうの、ね、でそれくらいね、一直線上にこうやって乗っけるのって難しいんですよ。で多分今度僕みたいにこうやって上げないようにやると、ものすごくこの右手の手首にね、負荷がかかって、全然ね、押し弦どころか何もできなくなっちゃう。本気で僕もこれ練習した時に3ヶ月で右手首がダメになりました。だから気をつけてください。とりあえず遊び心でね、こうやってっていう風にやってみるといいです。で大体の人はね、ほとんどの人はね、ハンマリングだからできる。ところがうん、帰りが難しいって言うんですね。で帰りをね、これ左手で弾くとプリングっていう意識なんですよ。でもこれね、思うには全部ハンマリング、押し弦して多分行ってるんだ。そうして戻ってこないと多分戻ってこれないと思うんですよね。だからね、ぜひそんなことも考えながらやってみると面白いかなと思います。で、TJ に1週間だけプライベートレッスンを受けたんですけれども、その時によく最近のギタリストが、テクニカル系のギタリストはここにミュートダンパーつけてるでしょ。で、僕もヘアバンドみたいなのこうやってつけてたの。で、レッスン受けた時にちょん切られましたから。もうダメなこんなのつけてちゃって言って、まずそこが違うって言って、彼がやっぱりつけないでやんなきゃダメだって言い、だから必ず左手のミュートと右手のどっかでミュートをしてやれみたいな感じを、やっぱりすごく大事にしてるっていう感じでしたね。 TJ ヘルメリッチにプライベートレッスンを受けた時に、どんな練習をしてるのっていうことを
聞いたことがあるんですね。でその時に彼はやっぱり僕が今さっきやってるすでに有名になってる曲の例えばリフとかそういうのを全部タッピングに置き換えて練習したよっていうことを聞いて、で彼はねスペイン高速悪魔との人っていうアルビオーラの曲なんですよ。でそこの速い部分を全部タッピングに置き換えて練習したっていうようなことを聞いたことがあるんですね。で僕もなんか身に習えですね、まあその曲もやったんですけど、僕はジェフベック風ななんかスキャッターブレイン風な感じそれをちょっと練習してみたことがあって、これは左手を三指、右手が三指って。こんな感じ結構リズムよれちゃったけどね、はい、これも結構練習しましたね。これすごく練習なんでぜひやってみてください。やっぱ最高難易度はねミスタービッグのコロラドブルドッグ、これなんかできないかなと思ってやっぱり練習したことがあって、これもねすごく練習した一例です。でこれなんだろう、僕の生徒の前で一回弾いたことがあったら次の週にね生徒で右手一本だけを足して自分なりになんか考えてきた生徒がいてね、だからそういう組み合わせでそういうこともできるんだなっていうことを一応お伝えしておきますね。で僕はもうなんだろう、その両手タッピングというかとにかく右手を複数使ってる感じをどうしてもやりたかったんで、こういうふうにすごく変則的なんですよ、実は規則性がちょっとなかったりするのね。だからこれが本当にレクチャー動画としてふさわしいかどうかはちょっとハテナなんですけれども、ただ原曲のねこのポジションを覚えたらもう例えばキーを変えてみようってなった時にキー変えられないんだよねもう。でところがこのやり方をやると例えば E 以上上にはいけないけどそれより下がることはね思いっきり平行移動してポジションさえも捉えれば全部平行移動でもできるっていう利点があるんですね。だからそういう意味で僕はこれを結構練習したし、ペンタトニックのフレーズの応酬なんでもしかしたら早いフレーズの中に入れられるかなと思ってね、これも結構一生懸命練習した記憶があります。はい、というわけでですね、いろいろ僕が練習してきた、いろんなパターンをご紹介したわけですけれども、で、まあ、最後は最終的に僕はどういうところを吸収して自分なりに消化したかということをお伝えしたいんですが、まず TJ のスタイルは本当に一部分だけ利用して、であと GIT にテレビの番組で行った時にもう一人ね8フィンガーの達人がいたんです。でロイ・アッシェン、まあ正確な英語発音は分かんないですよ、でもその時に聞いたのはロイ・アッシェンっていう名前だったと思うんですけれども、彼のタッピングスタイルがすごいねコードにのっとったなんかアプローチだったんですね。で、例えばそうですね、こうやって A マイナーが来たらなんかこんな感じのなんかニュアンス、まるで一瞬ハープでも聞いたみたいな、こういうコードフォームプラス右手のなんかテンションを足すっていうのかな。多分僕はこれどういうふうに今考えてるかっていうと Am というコードがあって、まあ皆さん多分これでアドリをやるとき A のナチュラルマイナースケール、ナチュラルマイナースケールね、このポジションをイメージしながらだが、左手はこの辺の5フレットから7フレットの中心の Am のホーム、右手は12フレット付近のこの、まあよく使うこのローコードの Am を
オクターブ上げたこのフォーム、もしくは C のメジャースケール Am のスケールをイメージしながら、その部分をこうやって勝手にランダムにタッチしていくっていうスタイルなんですね。でやっぱりタッピングの面白さっていうのは音程差があればあるほど面白いんです。だからこんな感じですかね、はい。で、僕がもう13年14年前にですね2枚目のソロアルバムを出したんですけれども、それのタイトル曲虎に音と書いて封印って、まあ、中国語で封印というらしいんですけれども、それを、やったのが、全然関係ないんですけど、ジャズのねジャイアントステップスっていう曲があって、あれメジャーセブンでどん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 展開していくんですね。であんな難しいコード進行じゃなくて、なんかもっと簡単でそういうようなことができないかなと思って、例えばまあ普通だったらこの C マイナー B フラット A フラット G みたいなコード進行、これを全部メジャーセブンで移動したらどうなんだろうっていうアイディアなんですね。なんかちょっと不思議な雰囲気で面白いなと思って、でこれに乗せたのがさっきのアイデアで、はい、必ずだから僕のねギターソロコーナーとかいうのがライブであったら、もう何年もこれをずっと最初に持ってきてますね。それくらいやっぱり自分の中のオリジナリティだと思ってるんで、このコードプラス右手のテンションというかスケールを考えるっていう僕のアイデアです。それと、まあ似たようなパターンなんですけれども、今度どうしてもなんかタッピングっていう花形な奏法だからそれ見ろっていう感じでやってしまうパターンが多いんですけれども、例えば何だろう、歌のバッキングみたいなアイディアで、ね、僕がちょっと考えたのがもう本当によくある歌のコード進行で Am Dm G C メジャー7 F Bm7 フラット5 E7 みたいなコード進行で、例えばこんなのはどうだろうって、まあ、こんな感じ。これもなかなかパターンとしては珍しいんじゃないかなと思って。で、これのアイデアはどっから来たかっていうと、アラン・ホールズワースなんです、実は。東京ドリームっていう曲があって、もうその原曲ね、どうだったか僕も弾けないんですけど、もっと違うパターンで弾いてるんですが、なんかそのね、こうやってダブルでこうやってコードトーンを弾いてるような感じだったのね。それをなんとなくモチーフに僕なりにアレンジしたのがこのスタイル。これは結構だから、なんかの歌もんの、まあ、一つのアイデアとしてね、やれたら面白いんじゃないかなと思ってご提案してみました。これ以外にですね、僕がやるアイデアの一つとして、昨年11月に発売した僕のサードアルバムの中でですね、こんな感じ、まあ3コード、いわゆるキーが E だとしたら、E のマイナーっぽいようなメジャーっぽいような、でここはいわゆるルートと5度、これにまあこうやってこっち側でペンタトニック E マイナーのこれを結びつけて、この最後こう
フラットファイブも足してって、でここがまあちょっとぶつかる音なんですけど、まあロックだからいいかっていうので、ね、この方がなんかリズミックな感じになるよなと思って、でこれもまあ最初は自分のソロコーナー、ギターソロコーナー単独でよく、今もうコンサートであんまりギターソロ一人で延々やる人はいないけれども、たまにねそういう依頼があるんですよ。あのここボーカルの休憩時間とか気概に使いたいんで、西山さんあのソロ5分お願いしますとか言われて、その時用に一つのネタとしてね僕が使うアイデアだったんですね。で最近はあのよくだからこれにまあこういうなんかスラップっぽいよな、こっちか、みたいな感じでちょっと楽しんでたっていう。でもこれいきなりねこうやってタッピングでいくよりもなんかスラップっぽいようなことでリズムを出して、って言った方がなんかどういうリズムでいくっていうのは より見えやすくなるっていうか、ソロコーナーでも盛り上がるかなと思って、僕のアイデアはこんな感じでよくやってましたね。だから3コードにおけるこのこっちは一度5度パワーコードプラス、こっち側は何を考えているかというとペンタトニック、もしくはコードチェンジした時にそれぞれの A とか B を意識しながらこっちでタッピングしてるんですね。だからそういうアイディアの一つね。 A だからまあここにサソの音があるかな、で Bお分かりいただけたでしょうか。これもやっぱりね人差し指のハンマリングが要です。これがないと結構きついかな。あとは今まあサードアルバムに行ったんですけど、セカンドアルバム、割とこういうなんだろうなメロディアスな感じの曲の途中でこういうようなアッドナインを感じさせるようなタッピングもやってましたね。これは、実はね僕のアイディアじゃなくて、ロイ・アッシェン、それこそさっき言ったロイ・アッシェンがレッスンの中で使ってたレクチャーフレーズだったの。フレーズはこんな感じなの。要は一個一個この人差し指のこの押し弦が結構ポイントなんですね。こんな感じ、これもまあ楽しめる一つじゃないでしょうかね。じゃあ最後にとりあえずですね、いろんなまあ TJ に習ったり、あのジェニファー・バットンさんの双方取材インタビュー実は同行させていただいたことがあって、その彼女がやってたアルペジオのパターンで、いろんなものを混ぜ合わせて僕流に作った E マイナーのアルペジオを最後にお届けして終わろうかなと思います。でどんな感じかっていうと、基本はこっち側 E マイナーの、まあ、ペンタトニック、これとやっぱり右側今度よくある、これもイメージしつつ、でもこれだけだとちょっと、まあまずそれだけでやってみると、こんな感じなんですね。でちょっとこれだとなんすごいことやってるんだけど面白くないじゃんってなっちゃう。で僕が考えたのはこれプラス右はペンタじゃなくて E のマイナースケールをじゃあ考えたらどうだろうっていうんで、でなんか
この辺の音をうまくシーケンスの中に入れたらどうだろうっていうんで考えたのが、こんな感じですかね。もうちょい長くやってる？ヤンギター的にはこんな感じはどうでしょうかね。はい、以上西山流、両手タッピングの初級から中級講座終了です。